どうもってね、夜9時にこんなことしてるんですけど、はい、まみこさんが、キーに入って、あ、普通に行きます。まみこさんがキーに入ったぞと。うん。キーに入ったよと。まあね、それについて思うことを話しますみたいな感じで、いやびっくりしたんですよ。なんかたまちゃんさんが、あのたまちゃんって人がいて、いやたまちゃんさんですよ。たまちゃんさん、たまちゃんさんし殿様、殿がいるんですけども、まあその人がなんかまみこさんがどうたらこうたらとか言ってたんで、入ったんだと思ったら本当に入ってたっていうね。いやでもなんか事務所っていうのをなんか。ラファエルさんはなんかボソッとどっかで言ってたんですけど、いや事務所の意味分かって入ってんのみたいな、お前事務所の意味分かってんのとか言っても分かってない人が多いとか言ってて、で事務所なんかね入るメリットっていうのなんですけど、なんか事務所をなんかのそのチームみたいな派閥みたいのでなんかみたいな勘違いしてるんじゃないかなーっていう。でもね、いいと思うんだけどね。だからグループみたいな感じです。そのくくりみたいなもんですからね、事務所 YouTube では。だからその派閥に近いよね。事務所に入ったらいいことあるのかって言ってもみたいな。だけどね、まあ、僕はそれでね、事務所入るのどうなんだろうなとか思って、まあ、まみこさんが入ったからとって特に思うことはないですけどね、まあ、入ったのかーって感じですね。事務所入ったんだなーって思うけど、うわ、まあ、事務所だってさってことで、いやまあそういうなんか難しいこと抜きにすんならなんか盛り上がってくんだろうなとは思うけど、なんかね難しいこと考えちゃうとね大変ですからなぁ。って、俺が何を話したいかって特にないですよ。これ、アクセス稼ぎみたいなもんだからね、やってること。キー、マミさん、マミコさんがキーに、電撃、就任みたいな、就任ってなんか、まあ、そんな感じですよね。特に言うことないですし、そのなんかね、変な、物も好きでもないですから、僕は。まあ、これからも半分たとしてやっていくつもりなので、横に半分た。横に半分た。どうも、はじめ教授です。4分の1た。でも体がめちゃくちゃ出てるっていうね。まあそういうことですよ。もうこの時点で、俺の体はもう半分たですからね。やってることは。もう下半身出てないんだもん。というか3分の1たくらいですからね、僕は。そんな言うわけでどうすんのってことで、いやーまあ急に喋る男ですけども、まあ特に言うことないよね。言うことないのになんかとりあえずね、まあ、アクセス来るかなみたいな、いうクソ野郎の話でした。あーでも入るのかって感じですね。いや僕もなんかね、ぶっちゃけちゃうとキーキューブ入ろうとしたんですよ。でもね、なんか契約書見たらあんまいいことなさそうだなって思って、これってあんま言っちゃいけないけど、でもぐっもう不安かとしてるよ。不安かとしてるけど、刑務所網走それってね、まあ、地球儀ないんでね、日本地図ないんで、ここ網走刑務所みたいな逆できないんですけども、いやまあまあ僕に入ってもメリットないかなーって思って入らなかったっていうね。ね。まあ入っても意味ないしな。な感じですよ。無所属ですよ。で入ったところでメリットないわけじゃん。
で、あっちにもメリットないしね、こんなゴミみたいな YouTuber 入ったところで。ね。まあメリットとかいう話じゃないけど。メリット、デメリットとか、でもなんかね、あんま言っちゃいけないんだけどね、こういうことね。でも具体的に契約書の一言一句今動画で言ってるわけじゃないから。もう怒られるかもしれないけど、その時は、謝罪動画出します。謝罪動画で、罪。謝罪動画で〇〇してみた。まあいいや。特になんかもう今日喋ることがない。喋ることがないよ。髪の毛も切んなきゃね。喋ることがない。で、なんか、いや、まあ、チョロミーですけど、なんか、さくらさんがなんかね、落書きされたっていう動画、出してたけどね。ちょっとしか見てないけど。まあ、多分そのどこかに、なんかね、これは実演だよ、みたいなのが入ってんのかなと思ったら、中っぽいけど、多分実演だと思うけどね。これは。うん。実演っていうかね。まあ、桐崎英二さんとコラボしたからもそういう実演をしたんじゃないの？うん。自作自演っていうか、もう何が何だかもう分からないわけじゃん。うん。だってもう YouTube 界。俺がもうなんか、俺がね、もし動画で皆さん、ちょっとね、ちょっと言える、あれです、通り魔に腎臓を盗まれましたって言っても、さ、みんな、信憑性はないわけじゃん。今の YouTube ってもう全部が嘘みたいなもんじゃん。うん、だから俺もしね、すいません、ちょっと、さっき、仲良かったはずの同級生と口論になっちゃって、ちょっと、左目を奪われました。まあ、特になんか、大丈夫かなと思ったけど、全然大丈夫じゃなくて、もう、めちゃくちゃ目、もう血が止まらないっす、みたいに言っても、信憑性はないわけじゃん。っていう、なんか同じ話を2回してるけど、もう YouTube って今、嘘がはびこってて、もう俺多分9割嘘だと思うの、YouTube って。これだよ。これイコール再生回数。これイコールこれ。これイコールこれ。って感じだから、YouTube ほぼ全部嘘だと思ってください。ああ、でも僕の動画、本当のも、ああ、でもね、渡辺リサに物申してみたら、毒を盛られたっていう動画ないですけど、まあ、最後のオチで毒は盛られてません。大体、ううってなってるのは、あれ大体嘘です。嘘っていうかね、演出みたいなところありますけど、ね、3672不可説天竜演出家のお言葉でした。ということで、逆に過ごそうみたいにね、うーん、思いますけども。はい、ということで、次回の動画でバイバイ。ドド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 ド
ご清聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録、高評価ね、してみれば多分いいと思います。でもね、しない方があなたのためにはなると思いますけど、まあ、チャンネル登録、高評価すれば私のためにしかならないので、あなたのためになることはないです。では、バイ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